こんにちは、こんばんは、WGSL です。今夜の動画は皆さんが憧れる肩の縦回転とソックスのアクションについてね、ちょっと価値を皆さんにお話ししたいなーって思っておりますので、ぜひ今夜の動画もスキップせずに途中で止めたりせずに最後までご視聴いただけますようよろしくお願いします。皆さん、肩は縦回転で動いていますか？皆さんのスイングは側屈が入っていますか？どうです？皆さん、肩縦で動いてますか？いやー、難しいですよね。難しいですか？やっぱり難しいですね。ああ、難しいですね。これね、神はね、実は横回転スイングじゃなかったんですよね。あ、結構最初から肩は縦だったんですね。これね、ナチュラルに縦やったんですよね。そのパターンって結構珍しいですよね。珍しいパターンですよ、本当に。でも腰は横に動かしてたんですよ。あ、それはもうそう教えられるから。それはそうですよね。もちろん僕はあれは正しいと思ってたんで、あの悪しきジャパンスイングが。でも肩は縦だったんです。なんでやろうって、まあ分かってるんですけど。あ、そうなんですね。もちろん分かってるんですけど、それはでもね、だからといって横回転になってる人を縦に直す動きっていうものは当然分かってるんですよ。だって人間の関節なんで、関節の仕組み上になるんだねっていうところなんですけど、松さん横でしたか？横でしたね。ソックスなかったですもんね。ソックスなかったって、それはあのスイングはないですね。入るわけないですね。あのスイングは入るわけないですね。あのソックス入ってるのは間違ってほぼいないですよね。いや、それやっぱコンサルされててもそうですか？入ってないです誰も。どうやって僕も入ってなかったんで昔、当然ソックスは。肩が縦に動いてるからって言って勝手に側屈になるんかって言ったらそんなこともないですよね。なるほど。側屈って単純に皆さんも多分、まあ、ゴルフ好きな方ばっかりがうちのチャンネル見ていただいてる、素敵なゴルフバカが多いと思うんで、側屈っていうフレーズは聞いたことあるんですよ。側屈っていうのはどういう動きかっていうのも単純に傾けるっていう、それぐらい分かると思うんですよ。でもゴルフスイングにおいてはあの動きではないんですよ、側屈って。あの動きでレッスンしてるチャンネルとかめっちゃ多いですけど、サイドベントとか言ってみたいとですね、ほんまに解剖学分かった、はい、あれはマジでお前アホかと思うんで。なるほど。あれだけでゴルフスイングって、だってクラブを持ってるところと高さが違うんですよ。なるほど。右手と左手で、そうですね。右手と左手でグリップは同じとこ握ってないですよね。でしかも軸はどうなってるんかとか。でゴルフスイングは右から左に振るんですね。テイクバックは右に上げて、次は左サイドに振っていくわけじゃないですか。とかいろいろな複合があるのに、あの動き、世の中に言うよくね、ただ単に右に傾ける、それだけで側屈が入るんだったらアホでも入るわと思う。それだったら右肩落としてるやつも入るやんけってなるじゃないですか。確かに確かに。だって多くのアマチュアは右肩が落ちてるんですよね。側屈入れようとしてダフっちゃうんですよね。側屈入れようとしてダフ、そのついでに右腰も落ちるとか、もう最低ですよね。右膝も落ちるとか、最悪なアグリーの形が出来上がってダフるわけじゃないですか。だからみんな側屈入れるの怖がってくるわけじゃないですか。で肩を縦回転にすることも怖がってくると、ダフるから。じゃあどうやったらうまくいくんかって話ですよ。皆さん、どうやったらうまくいくと思いますか？考えてみましょう。人間の関節で分かるかいって話ですね。分かるんやったらこの動画見てないと思うんですよね、大体ね。だから他の動画も見あさってるでしょ、どうせみんな。どこかに答えはないか。そう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 、どこかに答えがあるはずや。もっと簡単にできるやつがあるはずや。もっと簡単に俺のことをうまくしてくれるチャンネルがあるはずやって青い鳥症候群で見あさってるでしょ、みんな。だからうまくならへんですね。厳しいな。厳しいですけど、厳しく言ってくれる人ほどうまくするんですよ。優しくしてる人ほど実は優しくないっていうのがビジネスの世界でも一緒でしょ。皆さんの上司でも実は厳しかった人の方が自分を成長させてくれたでしょ。そうか、確かに。優しくて何にも自分に指摘してくれない人っていうのは、実は自分にとっては成長できることをね、機会を奪われてると一緒なんですよね。よくありますよね、自分でやった方が早いからって言ってね、自分に任せてくれへん上司とか。はい。そっか、俺や嘘、それ俺や。昔の僕ですね。人に任せに自分でやった方が早いってなっちゃうね。もう最悪な上司でしたねっていうところがあるんですけど、まあソックスと肩の立て替えて、もう松さんは今やったらもうね、今奥田さんの手にかかればソックス入れましたね。しかもその側屈の中でも段階を踏んでてるもんね。そうですね、本当に段階踏みました。1個目の初期ステップの側室の入り方と、でその後にまた入ってっていう、この間2月4日に出したレッスン内容ですよ。そうですね。側室と肩の縦回転レッスン超神回、超本当に超神回、まあ金額見てもらっても分かると思うんですけど、その神回っていうのは。あれでマスさんの中でまたさらにソックスが1つ2つもう3つぐらいですね、認識が変わってアクションが変わってアクションが変わるというところがあったんですけど、人間の関節の仕組みっていうものもあれですごく分かりやすく説明できたと思うんですけど、そんなことにつながるのっていう、誰がなぜ見えるそれがっていう不思議しかなかったんですけど、やっぱ神でしたね。本当にああいうあれ買っていただいた方とかもそうなんですけど、ああいったところを知ると、僕神ってほんまにスイングほんまに骨見えてんじゃん、こいつ。そうです、透けてますって肉眼で見てんじゃん、ほんまにね、骸骨として見ててんじゃんっていうレベルでのことを説明するじゃないですか。で実際にそうやって動くしかなくなるじゃないですか、ほらねっていう、はい、っていうところなんで、肩の縦回転と側屈っていうものをやっぱプロゴルファーっていうのが入ってるわけじゃないですか、みんな入るわけですね、はい、なんでそこを目指す、当然目指さないとかっこよくならないと、横回転スイングがやっぱダサいんで、多くのアマチュアのシングルゴルファーでもほとんど横回転ですよ。だからああやって見た目がちょっといまいちなんか違う、ダサいんですよ、ダサい、お前ほんまにシングルなんですよ、で膝立ち上がらしたら一瞬でダフルっていうスイングしかできないんですよね、ああいうシングルって。なんですけど WGSL ファンの皆さんにはやっぱりかっこいいスイング、見た目から欧米人プロと韓国人プロのようなスイングアクションでスコアも良くする。スコアっていうのは後でついてくるんで、スイング良くなったらもう絶対スコア良くなるんで、なるほどっていうところなんで、まずはそこに目を向ける。なんで俺は右肩が落ちちゃうんやろ、なんで右腰が落ちちゃうんだろう、なんで右膝が前に出てアグリーになっちゃうんだろう。はい、治ります、治りますね、治ります。何かマスさんからありますか？この回です、この回で、この回、テイクバック、いやというかソックスと縦の肩の縦回転、そうですね、やっぱりこうソックスと肩の縦回転、僕も本当なくて、奥田さんのコンサル受けて入るようになってっていうので、もう何が変わるってもう抜群にスイングがそれでかっこよくなるんですよね。やっぱ本当にかっこよくなりますね。でやっぱりこう練習場とかでたまに変なおっさんとかにこう話しかけられてたりする時とかも、なんか昔からやっとったんとかって言われたりとか、まあやっぱ気持ちいいじゃないですか、そういうこと言われるって。やっぱ見た目がいいってことですからね。そんだけスイングが変わったんだなって思うぐらい、やっぱ側屈と肩の縦回転ってスイングも一気にこう、まあ、スイング的にもレベル高いってなりますし、まあ、見た目にもこうかっこよく魅力的にっていうところで、まあ、それができるのが WGSL のもう魅力の一つだと思ってるんで、僕はやっぱそんだけアマチュアでもそんだけのスイングになれるかって、はい、その変化進化をね、マスさんなり健さんなり。でブロマンを買っていただいている方だったら、この神奥田のスイングなんかももうめっちゃ縦回転ですよね、ソックスも。マスさんが僕のソックスの方がすごいっていうぐらいなんで、いやおかしいですね。まあそこら辺はね、同じやっぱ僕にしろ健さんにしろ松さんにしろ全員皆さんと同じアマチュアなんで、やっぱり僕はアマチュアゴルファーをうまくさせたいっていうのが一番の目的であるし、一番の喜びなんですよね。ジュニアゴルファーがプロゴルファーなのももちろん嬉しいですけど、だから何って正直思っちゃうところがあるんで、皆さんのアマチュアの方がやっぱね、かっこいいスイングでうまくなるってやっぱり楽しいじゃないですか。楽しいですねっていうところがあるんでね、そこに皆さんに対してアプローチの方法っていうのを作れるのが WGSL だけですよ。だって僕がアマチュアなんで、ジュニア学生の時に僕はゴルフなんてスポーツは一切やってこなかった人間なんで、そういったところもブロマが通して感じていただける部分になってくると思いますし、どんなかっこいいスイングになるかっていうのは YouTube 動画で、見せている通りですので、ぜひともね、興味ありましたら一度 LP、URL コメント欄に貼り付けて、概要欄とコメント欄貼り付けておきますので、一度覗いていただいて、ちょっと金額びっくりして買わへんかもしれんけど、いやそこはけどその価値ありますから。マスターだってあれでも安いって言ったぐらいですもんね。本当そう思いましたね。まあ言わしてんやろと思ってるでしょ、またみんな。あ、なるほど。でもね、最近もまたねご購読いただいてる方が多いんで、ぜひとも皆さんに手に取っていただいて、ぜひかっこいいスイングになった暁にはインスタグラムとかで上げてほしいですね。見たいですね、僕も。なるほど。見せていただきたいので。ぜひともご購入の方も検討していただければなと思いますので、今夜の動画はまたまたセールスになってしまいましたが、風順プロの動画を見ていただいてもね、ああいったかっこいいスイングが生まれてくると思う。風順プロもバッチバチの縦回転なんでね、ああいったハイドローを生むためにも、はい、ハイドローってフリップ差し打ってるんじゃないですよフリップ差しは飛ばないんでねというところで最後締めてもらって。かっこいい、かっこいい。今のもね、肩の縦回転があるからこそ打てるスティンガーっていうところで、今夜の動画が良ければ皆さん高評価ボタンの方を押していただいて、チャンネル登録者数はね10万人目指して頑張っていきたいってほんまに思ってますんで、まあこういったね何かしら皆さんに価値をお届けしたいと思ってますので、ぜひとも登録していただいて、お願いします。はい、毎日動画ご視聴いただけると嬉しいですということで、今夜の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。